Hello. 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 Good evening, everyone. It's Uchi-san. Good evening. Welcome to Native Camp. How are you doing? Yeah, I'm fine. Thank you. So I'm teacher Sia, and let's learn some English together. Yeah, together. Okay. Yes. Have a enjoy. Okay, Asha-sensei, what is today's lesson? Today, we'll have a quiz about Kikuchi-san or words related to him.というわけで本日は菊池さん英単語クイズをやりたいと思います、うん、先生が菊池さんにまつわる写真を見せていきますので、うん、それを英語で答えていただきたいと思います、うん、それでは OK アシャ先生 please start、はい、Alright, let's start the quiz. Are you ready? Yeah. Okay. Yes. Okay, for the first question, I'll give you an easy one. How do you say...これ全然イージーだわ キックスマイリーさんのあれまあね、意外とあれだ、あれあっちでしょ？ちょっと待って、あれじゃない？俺わかるよ。ごめん、あのフォーティーショルダー。Sorry、事情があるの。はい。Yes, creepy. Heaven. That is correct. Go heaven. そうか、heaven. Go heaven. あれ、あ、Go to heaven. Go to heaven で覚えるのもどうかと思います。Heaven. Heaven. Heaven. Heaven.はい、yes. Yes. Kikuchi-san. Yeah. How many days did you stay in Okinawa Prefecture? Yeah, I went to Okinawa. うん。Okinawa, yeah. 1 week ago. おお。何日間滞在されましたということで。一週間。How many days? すごい。How many days? 一週間前に行った。一週間前に。はい。で、何日間滞在されましたかということで。滞在ってウィーク、なんだっけな、あれ滞在ってね、I went to Okinawa 2 years ago、うん、すごいすごい2 years ago じゃん、2 week ago、I live、じゃあ live は住んでるか、うん、I stay I stay 3 days3 days 2 weeks すごい、そうか、ステイだね、ね、ステイ、ステイ、いや、すごいですね、英語の、ね、すごい、諦めないんだから、うん、そうだいや、すごいですよ、本当、うん、初めてですよね、うん、みんなも日本語になっちゃいます、すぐね、もう、そう、諦めるんですけど、5年ぶりに人に褒められたよ前回褒められたからそれから褒められてなかったから次の問題でも褒めたいと思います、ね、ネクストクエスチョン、ネクストクエスチョンお願いします。はい、ネクストクエスチョン。 I think this one is also easy. How do you say? あ、公園でなんだっけ、公園、はい、中学校で公演したと SNS に投稿されているということで、こちらの問題です。公演、パフォーマンス、あ、そう、上がった40 shoulder. Pain. I have pain in my shoulder. Performance? Not performance. 公演ってなんだっけ？トーク。違うと思うけど言っとこう。Yes, Kuriki? Speech. そうなりますよね、日本人感覚で言うとね。でもこれ習ってんだよね。絶対なんかよく、しかも。まあね、日本的だよね、これから教えるみたいな感じで使ったりしますね、よくね、教える、おー、はい、教えるみたいな感じで、何ワードヒントプリーズ。 OK, the first letter is L. L? 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 はい、お、 Yes, Sayaka? レッスン、あ、レで教える、レ、はい、素敵なね、日本語で、はい、レクチャー、 That's correct. あー、そっか、レクチャー、公演的な、レクチャー、本当は本来はレクチャー、レクチャーするってなんかね、もっと近くで教える、マンツーマンって感じがするけど、公演もレクチャー、レクチャーなの、まあ、そっかそっか、Alright, Kikuchi-san, how many times do you give lectures in a year?
Yeah. How many times? Oh, ten years. Ten years? How many times do you? In one year, how many times? One year, 40? 40 lectures. Thank you. Yes. Thank you. Okay, next question. Okay, now let's move on to the third question. This one is very easy. How do you say Sakura in English? ということで、桜の写真を SNS に載せられたということでこちらの問題です。これはまあね。これはもう。あれでしょ？わかります。俺分かったよ。うん。本当ですか？ Yes, クリキ。チェリーブロッサム。おお。イエーイ。おお。なんだろう。レッドでもよくありますもんね。そうだ。チェリーブロッサム。ブロッサム。ブロッサム。素晴らしい。おお、いいか。クリキ。はいはいはい。Have you seen the cherry blossom?This year, have you seen the cherry blossom this year? 私が桜は、Spring season in Japan. なんていうんだ、だから、I look.I look. 私は見た。うん、私今も見た。火星的な。私は見た。I look. もう事件で UFO しかない。I look is. Is.中野ストリート。ああ、中野ストリート。どっち？今年は桜見ましたかってことで、そこまでは聞いてないと思う。見たかどうかでいいよ。どこで見た？中野ストリートで中野通りがね、すごいんですよ。ルックでしたのね。いつもあそこでウォッチングだいつもあそこでウォッチング新番組なるほど。いつもあそこでウォッチング。盗撮魔の。 OK, next question. OK, so let's move on to the last question. Today's quiz. How do you say電子書籍。ラストクイズ、書籍が2018年に電子書籍化されたっていうことでございまして、こちらの問題でございます。あれじゃないの？いや、あります。で、いや、菊池さん、いや、デジタルブック。あー、そうか、ね、きっと思いますよね。違うんだ。違う違う、これは意外とこれ難しいというか。はい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 、はい、はい、Kindle。 あれってそういう意味じゃないの？No? So book is already correct. 違うんだ。あれは商品名？メーカー名だ。メーカー名か。メーカー名なんだ。メーカー名なんだ。アマゾンとかと同じ感じ。ということなんですね。今勉強になりました。今勉強になった。電子書籍。そうなんです。これ、ああ、そういうことかっていうぐらい。さっきデジタルブックって言った。デジタルブックが違うんですね。デジタルブックじゃない。じゃなくて、Yeah, it's also a digital book, but we have another term for digital book. Digital. Yes. So book is correct. Blank book. あ、2語で後ろはブックなんだ。なんとかブック。デジタルじゃないんだ、でも。デジタルじゃないです。電子でしょ？ちょっと電子、電子。電子機器。電子。あ、じゃあ、省略されてるんですかね、これ結局。いや、電子の。菊池さん。はい。エレクトル、エレクトル、エレクトルブックスっていうのをもう、いや、もう略して。略す？略す、もうエロブック。いや、やだ。略す。いや、もうね、いや、もう本当にもうかっこいい言い方してくださいよ、それを。なんかもうエレブックかっこいい言い方。なんかもう、もう一つ、一つ、一つ何一つどっか取ってください、そっから。そっからエレクトク、エレクトルか。その中から一つもうエロ、エレ、エロ、エ、エブル、ルか一文字でいつも、ほんと一文字。一文字なの？一文字。エレキブック。
そのエレキブックのあれをもうエレキをもう一文字だけでいいんです。もう一文字、はい、すごい。アルファベット1個だけつけてください、ブックの前に。はい、 Yes Sayaka ebook。That's right。 これでいけるみたいですよ。全然意味わかんない、ね、どういうこと。本当じゃ。書籍 is ebook。 それ e の意味は多分エレクトル的なエレクトルブック、 G-SHOCK みたいな。そうね、まあ、そんな感じですよね。すごい ebook。 これ日本人馴染みないですね。 ebook って ebook is easier to say than electronic book。 エレクトロニックブックを、あー、エレクトロニック、へー、すごい。 Alright, thank you. SoThis is the last question for today's quiz. Now, Kikuchi-san, let's practice this word together. And please repeat after me twice. Okay? E-book. 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 Very good. Oh. 人生で2度目ですよ。褒められた。Thank you. All right. Thank you so much. So...I'm afraid we are running out of time, so let's end here. Did you guys enjoy the quiz? Yeah, thank you. All right. Good. Thank you. Everyone did a great job today. I'll see you guys in our next session. Okay? Yes, thank you so much. Thank you. Bye. 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 ありがとうございます。かわいい。ね、日本語喋ってた。あ、スマリさん、いかがでしょう？こうやってこうね、いわゆる、これ前回やられました。前回少しありましたね。5年前はありました。前回あった。でもなんかね、すごくもっとなんか身近に感じた。あ、で、やっぱこれ毎回呼んでもらえないですかね。ここの時間。なんかこの脳の動き、すんごい動いた、はいはい、ないですもんね、今こうやって、うん、急にダッシュで 50m ここ走ったもん。いつもゆっくり気がしますよね。目的があるからいいよね、こういうのを習うには。だってほら、子供にいい顔したいわけじゃん。あ、確かに。それは最大の目的だから、うん、全然ペラペラいけちゃうんじゃない。なんかね、ここで一生懸命習って、うん、見ながらね、うん、だから絶対にちょっと、もう子供の方が絶対早いから覚える。早いですよね。うん、だもうちょっとまた勉強します。うん、最高です。いいですね。ありがとうございました。